長門峡を流れる川です。2ヶ月前にこちらに取材に来た時には、白っぽい泡がかなり川を埋め尽くしていたんですが、今見てみると、この川の流れが止まっているところですね。そこではまだ泡が漂っています。山口市と萩市にまたがる長門峡、萩市側の渓谷を流れる川に今年発生した原因不明の泡は今も漂ったままです。だいぶ夏と比べると泡は引いたようには見えるので、もうそちらに関しては良かったっていう部分もあるんですけど。そう話すのは長門峡にある飲食店龍宮茶屋で働く山下慎吾さん。この店は祖父が営んでいて、近く後を継ぐ予定です。僕もここに継ぐ以上はやっぱり完全に綺麗な状態、昔の川を目指しているので、本当にこういうのがあるっていうのが分かれば教えてほしいなっていうのはあります。県内有数の紅葉スポットとして知られる長門峡、例年であればそろそろ見頃を迎えますが、その紅葉にも異変が。今ちょうどかなと思ったんだけど、まだ全然なんですよね。今から終わったわけじゃないですもんね。萩市川上総合事務所によると、夏に猛暑が続いた影響で多くの葉っぱが色づく前に枯れてしまったということです。紅葉と綺麗な川とその景色を楽しんでいただくっていうのも一つあるので、やっぱりその部分に関しては今年はちょっと残念だったなっていうのが一番大きいです。川と紅葉に起きた異変、山下さんは早く状況が改善されることを願っています。